新禅工事は、滋賀県長浜市にある仏教寺院、寺州、三影堂として知られた。天朝年間に、団林皇后が、具法大師を創生成して解散したという。公安七年、五佐賀天皇の御子である大和商人が再興し、寺州としたと伝える。六条鮫牛にあったが、後に五条大橋のたもとに移った。太平洋戦争中に、 疎開のため現在の滋賀県長浜市に移転した。旧地は現在、三影堂町、三影堂前町の町名として残っている。自衆十二杯の中では、自衆三影堂派の本山であった。松字はなく、寺の周辺に最大の達中が多数存在していた。達中の人たちが副業として、三影堂船を作って販売していた。現在の土産物産業の基礎となっている。 当時が六条道場換気工事に隣り合って、位置していた時の縁で、一辺清江を借り受けて、復社したのが、一辺、清江三影道元である。近代に入って流出し、前田公舎区を経て、三琴京閣文庫と奈良県の三輪王が所有している。西日本旅客鉄道北陸本線長浜駅より、路線バスで約20分。 地草東バス停留所で、下車徒歩5分国際日本文化研究センター、国際日本文化研究センター系先導区に指定文化財等データベース。ありがとうございます。